こんにちは、加藤です。今日もまた近くの林の中に来ています。お目当ては前回にミョウガ花咲いてるかななんていう風にして探してたのが、今日はねちょうど咲いてるのを見つけたのでこれを描きたいと思います。この白いやつがそうなんですけど、これこっちにも咲いてます。これですね。こう白くてねすごくこう儚い感じ。午後になると結構しょぼしょぼになっちゃうんですけれども、これを今日は描いてみたいと思います。ミョウガってこんな風に見えます。根元からねにょこっとこう花の元になるつぼみみたいのが出てきて、で咲くんですね。用意したのはいつものスケッチブックと鉛筆はちょっと変えてみました。今日はこのねアメリカ製 6B って書いてありますけれども、平べったい鉛筆、まあ俗にスケッチ鉛筆と呼ばれているやつなんですけれども、この横が狭くて縦がこう幅が広い、これを使って書いていきたいと思います。今日は 6B を用意してます。スケッチングペンシルって書いてありますね。あとは練りゴム、これで書いていきたいと思います。すごい釜みれ蚊だらけ、虫に取り囲まれて、まあ行ってみましょうね。ここがミョウガ竹っていうのかな、ミョウガそのもの。そこからシュッとつぼみがここから出てるんですね。すごくね弱々しい薄い花びらで、先端はもう透けて見えなくなるような、そういった本当に一瞬の花って感じなんですよね。なので多分次の日までは持たないんじゃないかな。なので見つけた時が柿時というか待ってられない植物ですね。今を逃さないように書き留めていきたいと思います。この一番でかい花びらが上からかぶさるようになっていて、下ベロのようにちょろんとめくれるように花びらが垂れているんですね。なんだろう、浦島草とかマムシグサみたいな、ちょっとそんな印象もあります。そしてこれ何個か咲くのかな、これ多分次のつぼみというか花の、赤ちゃん元になるのがこの2番目の白いのがね2つ出てる感じなんですよね。そしてミョウガ、まあ、食べるところ、本体のこの葉っぱというかつぼみがつながってくると。太いペンシルをなんで今回選んだかっていうと、少しね柔らかい線がもやっとした、シャープな鋭い線じゃなくてぼやっとした線が引けるかなっていうのを期待して今回この画材を選んだんですけれども、紙の目デコボコに対してちょっとね 6B は柔らかすぎたかなっていう気がしています。描いてるとね、こう手のこう指に蚊がまとわりついてくるんですね。この蚊の毛孔に耐えながら指を刺されるとねほんと痒いので、なるべく指だけは刺されないようにしながら描き進めていきたいんですけど、ここに来るまでちょっと歩いてるんでね、めちゃめちゃ汗だく、まあ、蚊にとってはいいかもだと思うんですけど、いい餌が来たなっていう感じでね、狙われて当然仕方がないとは思うんですが、はい、ここまでですね。ここからが地面には
なんか枯れ草、枯れ枝、いろいろ落っこちているんですけれども、その土の感じも少しね書いておきましょうね。あとは何かシダ植物みたいな苔みたいなのも生えてたりしますけれども、はい、こんな感じかな。余計なところを消し、余計な線を消してちょっと整理して仕上げたいと思います。あとね、このね、練りゴムどこで売ってるか見つけられなかったっていう質問がちょっと来てたんですけれども、あの文房具屋さんだとちょっと売ってないかもしれません。画材屋さん探してほしいんですけど、はい、あとね、今書いてて見逃してたのがね、この中心部分になんていうんだ、こうめしべみたいなのがね垂れてるんですね。ちょろんと、はい、こんな感じでどうでしょうか。一つ書いてみたんですけれども、他にもねいくつかあるんですよね。違う角度からもう一つ書いてみようか。ちょっとこれ上から書いてみましょうかね。容赦なく蚊が攻めてくるので、蚊を避けながら書くのはね結構至難の業なんですけど、ついにね蚊どころじゃない、アブ、アブまでやってきましたね。まあいいや、もう一個、もう一つ書いてみましょう。これね、これ書いてみたいと思います。今度に真上から見下ろしてるんでね、面白いですね。これがそのね中心のめしべみたいなやつ、シュッとで、なんか赤いのがついてる。なんだろう、サフランみたいな花びら、中心に向かってちょっとね巻き込んでるような可愛らしい花びらなんですね。サフランとかクロッカスみたいな、うん、形は何とも言えないですね。不定形で左右対称でもないんだけど、これ奥へ向けて回り込んでいます。これは何だろう、外側の、外側をこう巻き込むような花びらなのかな。いまいちねこれちゃんと見たこと私なくて、構造が、花びらの構造が理解できてないんですけど、今日はねこの花のついた実が何本かちょっと持って帰って観察してみたいと思います。ちなみにこのね生えてる山なんですけれども、本当にねどこにでもこのミョウガが自生してるんですよ。あの野生で生えてるミョウガ結構ありまして、で地元の人というか、まあ近所の人も自分の家の畑にちゃんとねミョウガを栽培、ほとんどの家栽培っていうか、まあ生えてるんで、わざわざこんなとこまで取りに来ないと思うんですけど、だけど見たところこのポイントはね誰かがね取ったっぽい形跡があるんですよ。なのでもしかしたらこれは里の人が、あの近所の人じゃなくてね、あの山菜採りとかそういうのが好きな里の人がミョウガ採りに来て採った後なのかもしれないです。やっぱりこうないものねだりっていうか、自分のところにないものはね珍しいですからね、家にあるとまるで珍しくないっていうか、そんなんどこにでも生えてるってこう思っちゃうんですけど、家にない人にとってみるとやっぱりちょっと珍しい花、見たことない人も実は結構いるんじゃないですかね。田舎では当たり前っていうか知ってる人多いと思うんですが、そうでない人にとってはちょっとね珍しいかなと思って題材にねしてみました。売ってるミョウガね綺麗なんですけどね、形も面白いしね、ただ花がついてるのはないですよね。花はね多分この時だけっていうか朝だけなんですよね。もう持って帰るともうしぼしぼになっちゃうと思うので、
この、ね、色がまた面白いんですよね。ブルー、うん、緑からオレンジっていうか赤茶色にかけてのグラデーションが非常になだらかに滑らかにこう移り変わっていく様が見ても美しい。だからよく刺身のつまにね、このミョウガをこう輪切りというかちょっとスライスしたのを添えてあったりして、非常にこう香りとともに見た目もねいいなと思うんですけど、なんかちょっと細かく加工としすぎて、うん、スケッチ鉛筆の平らな部分を使った表現うまく活かせなかったですね。あの描きにくい画材で描いたような感じになってしまいましたけれども、ここねちょっと入れなくてもよかったかな。はい、どうでしょう、こんな感じ。ちょっといくつかねもらっていこうと思います、モチーフにしたいと思います。